回も終わりました。今回はレースウィークの流れは悪くはなかったですよね。そうですね、まあ、金曜日午前午後と、まあ、車体のバランスも、まあ、走るたびに良くなってきてたん で、まあ、タイヤもある程度決まってて、予選も走り出しから、まあ、結構いいフィーリングで走れてたんですけど、まあ、ちょっと欲をかいて、タイムアタック1回した後に、まあね、トップの勇気が31秒台入れてたので、まあ、ちょっと意地でも入れたいなっていうのがあって攻めすぎたかなっていうのがありましたかね。まあ、その影響で転倒してしまったので、まあ、その点は反省すべき部分かなと思います。はい、まあ、1、2、3、勇気、小川ちゃん、サトルかな。で、まあ、序盤4位走ってたんですけど、まあ、序盤ちょっとペースがなかなか、上げきれなくて、でその間にまあ離れてしまって3位と。でその間に、まあ渥美心選手に、まあ、パスされて5番手になって、で、まあ、そのレース中盤ぐらいからは、まあ、フィーリングやっと良くなってきたので、ペース的にはまあまあいい感じで走れてて、でもまあ渥美選手を抜くまでには至らない感じで、まあ、周回を重ねている感じでしたかね。はい、で、まあ、最後3位走ってる岩田選手がペース落ちてきてたので、まあ、なんとか3位に追いつきたいので早く抜いて追いつきたいっていうのもあったんですけど、まあ、なかなか難しい部分があったので、まあ悔しいですけどね。でもまあいい感じで走れてはいたんじゃないかなと思います。勇気がぶっちぎりで速いレースが続いてますし、まあなんとかね、なんとかしたいですけどね。はい、まあ車体も良くなってきてますし、まあハルクさんも一生懸命やってくれてるので、いい感じでレースに臨めるんじゃないかなと思います。はい、11月1日でしたっけ、鈴鹿で、最終戦が行われます。全力で頑張りますので、ぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。はい、今回のレースはちょっと目標タイムには届かなかったんですけども、ただレース全体のアベレージタイムとしては去年を上回ることができたと思いますので、まあいい内容だったと思います。次回最終戦になるんですけど、まあ、今年の集大成のレースになると思うんですが、どんなレースにしたいですか？そうですね、まあ、最終戦って、まあ、特に力を入れることもなく、まあ、自分ができる範囲のギリギリを狙って、とりあえず攻めて走って最後気持ちよく終わりたいと思います。